度は逆にそっちがうちの二重受けで入りたい。もう災害限定とか言わないから。俺はもうやるべき仕事しかやらないって決めたんだ。どうなったの？社長に相談するところだから少し黙りなさい。綾乃さん、なあ、もう本当我ながら自分けが、どうしたの？っていうか。